リンリン、ハロー、パラレル、リンリンパラレルのリントです。先日ね、サニーが飼い主さんの元に帰りましたというお話をさせていただいていて、もう実際ね、連れて行かれました。で、その後の、報告として、あちらの方で、しっかりと、なんか申請があるのかな？ちょっと私よく分かってないんだけど、その辺も問題ないかったみたいで、ひとまずは一緒に連れていくっていう形になりました。で、飼い主さんもね、やっぱ寂しかったみたい。その出張でね、1ヶ月ぐらいかな、あれ7月の頭だったから、2ヶ月は経ったのか。その2ヶ月間、まあ、ペットちゃんね、いなくて、で最初なかなか構ってあげることができなかったってご本人も言ってて、まあ出張の手続きとかいろいろあって。で、名前もね、ゆっくり考える時間もなくてどうしよっかなっていうのと、ハンドリングもなかなかできてなくてって言ってて、で、本人もトカゲちゃんを飼うのは初めてだったみたいで、ちょっと悩まれてたんですよね。で、ハンドリングもちょっとだけ怖いなと思ってたみたいで、で、うちに来たことによってちょっと人慣れしたみたい、サニーが。で、ハンドリングも全然行えるようになったし、飼い主さんも実際うち来てもらって、ハンドリングとか、あと今こんな感じだよっていうのもご案内して、で、したら、あ、なるほど、分かったよっていう形で、で、今基本うち鶏肉だったんだけど、その後鶏肉も問題なく食べてくれる姿とかも見て、飼い主さんは安心して連れて帰りました。で、サニーという名前をすごく気に入ってくれてて、可愛いよねってすごい言ってくれてて、嬉しかったです。なんかね、なかなか名前も決めれなくて、仕事忙しくて出張もどうだっていう風になってたらしくって、その迎えたタイミングの2週間後ぐらいには、で、なんか最初の1週間とかはすごい頑張って、名前考えようとかっていう風に言ってたんだよね、私と一緒に。でもなかなか考えれなくて、でその後もすぐ出張の話などなんだろうっていう仕事関連のこともあって、結構ねいっぱいいっぱいだったみたいなので、そこをね、私がいろいろとね、サポートできたらなとか思いながらも、まずはうちの子がね、こんな感じだよっていうのとかいろいろ教えてたんだけど、なかなかやっぱハンドリングまではいかずにっていうところで、やっぱ人慣れしてくれないとね、怖いなって思う部分って大きいと思うんだよね。トカゲちゃんだから、噛むとやっぱり中にギザギザの牙が一応ついてるから、なんか噛まれるのも怖いなとか、そういう風に思ってたみたいで、まあそれは袋もんがも一緒だよね。レオパでも一緒か。セイブシシバナヘビは噛まれたことねえからわかんねえな。サンショウイモリも噛まれたことねえからわかんねえな、っていう感じだけど、そんな感じで、飼い主さんもいろいろ試行錯誤してたみたいで、私がそもそもね、動物自体がすごい大好きで、図鑑読むのがね、もともと好きなんだよね。だから、なんだろう、いろんな知識を蓄えた上で、あとは実際その子と戯れながら、この子にはこうしてあげるといいかな、なんていうのをね、考えながらやってました。で、今日はね、もうこいつ気づいちゃったからあげようって感じで今あげちゃってるけど、いつもはね、今、モニターフィードなんだけど、サニーにあげてた分のお肉がちょっと余ってるから、そのサニーにあげた分のお肉を今日はこの子にあげようかなと思います。この子だったらこの大きさでも食えるよね。今日だけよ、こんな贅沢なことは。このままずっと置いといたら悪くなっちゃうからさ。サニーはね、毎日食べさせてたんだけど、なかなか成長期が来てなかったからね。でもこの子はね、毎日食べさせてなくて、ブクブク太りそうなので、ちょっとケージ越しの方が可愛く取れそう。まあっていうところですね。ああ。
君もあっちで元気にやってくれてたら、定期的になんか動画を送るって言ってたんで、なんか YouTube に上げられそうな動画が届いてたら、それは動画で上げようかなと思います。あと肉片までちゃんと行くんだね。あとでもこぼしてるわよ。はい、うんうんうん、はい、ほぼピンセット。どうしよっかな。あんた美味しそうに食べるね。なんか全部なくなるわこれ。もしかしてもうお腹パンパン？あと唐揚げで言うと1個分ぐらい、ちっちゃい唐揚げ1個分ぐらいあるんだけど食べるかな。君で言うと2口分かなこれ。ちょっと凍ってる部分もあったからあれだね。あんたあれ、あのその水、水分多めな部分もあってプシュってなってんだね。大丈夫？あんまりいつも聞かないプシュ音を聞くけど、飲み込めてるそれ。 もしかして飲み込めてないんじゃない？いやでもなんであんなに成長速度がね、あの変わってしまったんでしょうね。一応サニー君があの飼い主の元に帰りますっていう動画の方で、あのリンクをね、あの右上のところのびっくりマークで貼っておいたんですけど、あのサバのモニター増えましたっていう動画、7月の動画かな。でその時に見たらシェフィーとサニーってね、まあ、ほぼほぼ全く同じ大きさだったんだよね。で誕生日もほぼほぼ一緒のはずで、うん、なんかねちょっとびっくりしてるんだよね。サニーがね、実は私の誕生日の次、めっちゃシェフィーか、シェフィーが私の誕生日の次の日だったはずだな、あの聞いたのは。でサニーくんがもうちょっと1週間か2週間ぐらい後っていう風に聞いた記憶なんだけど、食べれる？ゲップしてるね。これラスト、もういらない？食いすぎた？いや、いるらしい。あんた丁寧に食べるんだね。じゃあこの肉片も最後食べてほしいな私。これ。この肉片も食べてほしい。肉片はいらないの。多かったね多分ね。ちょっとね凍っちゃってたから、あのチルドに入れてたんだよね、冷蔵庫の。でチルドのね、なんか多分冷風が強いところにいたから、あの一回解凍させて食べさせようと思って、あの軽くね温めて渡したんだけど、やっぱり水分がねそれでも多かったから。あと残り肉片があるけど食べる？これ肉片、肉片まではいらない、はい、肉片まではいらないみたいな。なんかすげえ満足そう。この子はほぼほぼベタ慣れちゃんです。トカゲちゃんってあんまりねこうやって触られるの好きな子少ないんだよね。で頭なんて触られると、あの自分の目から見えないところなので、視野外かなになるからすごい怖いんだけど、あのこの子は慣れましたね。まあ、あまり思いっきり撫でるとシューって言うと思うけどね、あまりシューって言っちゃうとそれが癖になっちゃうから、シューはさせないようにこう触ってるんだけど、あのフクロモモンガの威嚇とはまた話が違うからね。シューオンとテールアタックって
であと知能的にもやっぱり人のことは覚えるんだけど、やっぱりフクロモ漫画に比べるとやっぱり知能的には低いのもあるから、なんか一回嫌なことを覚えちゃうとそれはもう嫌なことっていう認識になりやすいので、あんまり怒らせないようにしてます。フクロモ漫画はね、嫌なことがあったとしてもそれをちゃんと解消してあげると、その嫌なこと大丈夫になったりするんだけどね。トカゲちゃんはねそれない気がするな。まあ、でもそれはまだもうちょっとこの子と生活をしていって調べていこうかな。ね、ほらそんなに嫌がってないでしょ。で今ね多分バスキングしたいんだね。お腹温めたいんでしょ、ご飯食べた後だから。あとねやっぱり口の周りが気になるんですよ、この子たち。口の周りをブニブニというかフキフキというかしたいので。バスキングじゃない、どこ行くの。もしかしてあれか、ご飯食べて胃が活発になったから、というか内臓がね、人間もそうだと思うけど、ご飯食べてちょっとした後に胃が活発になるとうんち出そうになることございません？多分あれ刺激を与えられてっていうことだと思うんだよね。胃が刺激を受けて、その刺激から腸の方に刺激が行き、で大腸、小腸大腸という形で行って、でトイレに行きたくなっちゃうみたいな、ご飯食べた後とか行きたくなること多いと思うけど、私はねそれがすごいこう感じるんだよね。よく起きるんだよね。やばい、ご飯食べた後トイレ行きたいみたいな。だからトカゲとかも、まあ、モニターね、サバナモニターとかも多分そういうのがあるのかなって私はちょっと思ってて、今ご飯食べた後だからね、この子動きがゆっくりだね。あ、ちょっと嫌だったみたい、シューって言った。一回シューって言ってテイルアタックした後は私は一回ゆっくりすることにしてます。その嫌なことって覚えられるとあれなので、で激しい動きをこっちがしちゃうと、あのモニターの方もね、サバモニの方もその怖いってなっちゃうから、こっちも変にね大きく動かないようにします。ああ大丈夫だ、落ち着いたね。どうした？どうしたの？この辺ゴツゴツしてるね。バスキングだな。ちょっとドア閉めてあげて、バスキングのライトをそこに置いてあげる。お腹温めたいんでしょ。私はあのレンガの石みたいなやつをねちょっと置いてるんですけど、てかそっか、シェフィーの方に入れてた石とかもこっちに追加できるのか。バスキングの石をちょっと追加はできるな。シェフィーのこれね、あの水入ればちょっと避けちゃったんだけど、もうすぐにね。やっぱりお腹温めたいみたいにね、ベターってしてるでしょ。上から見ると分かりやすいね。そう、下半身の方をベターっとしてね温めて、お腹の部分をね徐々に温めて、消化を促しております。まあ、変温動物なんでね、そういう風にして消化をしてます。やっぱ水多かったかな、解凍した時にお湯でね戻したんだけど、お水多かったかな。ちょっとプシューって言って、あの鼻ちょうちんみたいのできてたし、うん、水多かったかもしれない、ごめんね。でもちゃんと食べたね、よかったよかった。はい、っていうところで今日はうちのこのシェフィーの方ね、
あのサニーは旅立ってしまったので、あのシェフィーちゃんの動画でございました。またサニーくんはね、あの報告とかいろいろあったらそちらを動画にしたいなと思っております。あの拠点はシンガポールっていうふうにお聞きしてるので、こっちの方でうまくやってくれるんじゃないかなと思います。で、なんかケージはあの私のケージをこう真似たりとかしながらあのやろうかなって。で、ゆくゆくは大きくなるから大きいケージとかも用意できるようにしようって言ってて、なんかあっちで衣装ケース余ってるのあるから、そこにバーベキューの網あっちでも売ってるからって言われて、まあ、そりゃ売ってるわなとか思いながらね、その網をつけてちょっと結束バンドでこうやってっていうところで、あのバスキングのライトは私もう一個持ってたやつを一つ上げて、そうだね、他に関しては上げてない、シェフィーがなんか気に入ってるものとかあればあげようかなと思ったけど、うちにあったものでシェフィーが気に入ってたものっていうのがちょっとなくて、なんともあの渡せるものがなかったので、とりあえずバスキングのライトだけ、もともとその人もねバスキングのライト持ってたんだけど、その出張であっちに行くってなった時に断捨離をする時に違う知人に譲っちゃったみたい、あのうちでずっと預けとこうぐらいな気持ちだったみたいなんだけど、やっぱり私がこうシェフィーとサニーの動画とかもたまに送ってあげてて、様子気になるって言ってたからね、今どうっていうので様子見せるのに送ってたりとかしたら、やっぱ可愛いなって、サニーでも人になれたねって言ってて、あ、慣れたと思うよって、でそういうのも見てたらやっぱりね寂しくなっちゃったって言ってて、で私としてはそのやっぱあのシェフィーがねサニーに噛みついたのも事件もあったから、あの何そこ気にしちゃってそうって思ってすごい、いやごめんね怪我させちゃってって話をしたら、それに関しては全く思ってないよって言ってくれてて、むしろそのサニー君のね成長が遅いっていうところと、あの怪我のねそういうこととか、あと餌の食いつきとかのことでそのリンとかね悩んじゃう方が私嫌だなって思ったんだって言ってて、でしかもあの、まあ、私が今体調崩したのもあってそれ聞いてるからさって、そこをねすごい心配してくれてたみたいです。いやありがたいお話ではあるんですけれど、気を使わせちゃったななんて私は思いつつ、ただ元々のねあの親御さんの部分じゃ親御さんのところに帰ったっていう部分はいいことなのかなって、やっぱりもともとね一緒に暮らしてた人同士、人と人同士、一緒に暮らしてた物同士がねあの暮らせる方が幸せだとは思うので、あのこの調子でそっちの方で楽しくやっていってくれたらいいなと思っております。大きくなるといいな。そう、あの定期的に私その体調管理でね体重と身長とってやってたんだけど、サニーもう2回ぐらいやったのかな、でもそんなに成長してなくて、ほんと 10g とかそれぐらいの成長だったから、そういうところを考えるとこいつはね異常なほどの成長をしたの。6月の頭に上げてる動画があるんだけど、6月の頭に上げたこの子の成長日記を見てもらうとすごい成長速度だもんね。その体重がだって50ぐらいだったのが150ぐらいになってて、グラム数でいくと、ね、成長期っていうのがすごかったね。シェフィーはでもサニーはその成長期がまだ来てなかったから、でも2人ね仲良く全然やれてたし、まあ、小競り合いはあったんだけどさ、まあ、人間でも小競り合いはするでしょ、夫婦だろうと口喧嘩ぐらいはするじゃない、そういうのと同じでさ、この子たちは口喧嘩ができない分ちょっと体でね表現しながらの喧嘩になっちゃうから、その小競り合いがね体格差のせいで怪我を負わせてしまうっていう状況だったから、ちょっとね危ねえなと思ってすぐ避けてって感じだったけど、あれはなんであんなに成長しなかったんだろうな。サニーもう
ち行ってから、ね、大きくなっててくれたら嬉しいと思うんですけど、うん、ちょっとわかんないね、個体差というか、まあ、色の個体差とかもあるしね。あっちの子はちょっとオレンジっぽい感じのモニターちゃんだったから、まあ、でもなんだろうな、マスキングのライトとかに当たったりとか、脱皮すると色が変わったりもするからね、わかんないんだよな。しかもサバンナモニターに関してはモルフがねほとんど出てないはずだから、オレンジハイポっていうのは聞いたことがあるんだよな。でもやっぱりそういうのも少ないと思うから、そう考えた時になぜっていうところだよね。まあ不思議なこととかまだわからないことっていうのはねたくさんありますし、いわゆるペットとして飼われて年数っていうのが犬猫に比べるとやっぱり短いので、知られてない生態の部分っていうのはかなり大きいかなって私は思ってます。なので日々こういう感じで研究じゃないですけども、その子のね様子を観察して、その子の成長をね見守るようにしていきたいところなんですけど、わかんない部分はわかんねえな。しかも怪我もねすぐ治ってたしね、子ね。まあサニー君はそんな感じでございます。でうちのシェフィはこの調子で多分ブクブク大きくなっていくんじゃないですかね。今で多分これ40センチぐらいあるのかな、体調がいいと多分 200g は超えてると思うんだよね、もうこの子。どうだろう、ちょっと10月の頭になったらまたこの子の体重測る動画上げようかなと思ってるんですけども、10月の頭っていうかもう10月なってるね、10月なってるから、ちょっともうちょっとしたらこの子の体調を測る動画は作ろうかなと思います。どれぐらい成長してるんだろう、ちょっと楽しみですね。はい、っていうところでございます。はい、本日はねうちからいなくなったサニーくんのお話と、うちに今残っているシェフィーくんの、シェフィーちゃんですね、シェフィーちゃんのお話でございました。よろしければチャンネル登録、高評価、そしてツイッターのフォローなどですねよろしくお願いします。まあツイッターとか今 SNS あんまりちょっと動かしてないんですけれども、よろしければそちらを見ていただけますと幸いです。また過去に様々な動画上がっております。800本ぐらいね動画ありますので、よかったらそちらを見ていただけますと幸いです。ということで以上、リントとシェフィーでした。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上、リントでした。バイバーイ。